1 for the 勇気 2 for the 度胸 3 for the 覚悟俺がバクト。皆さんこんにちは。今日は、昨日飛び込んできたニュースでタレントであり、まあ、インフルエンサーでもあったリューチェル君、まあ、リューチェルちゃん、まあ、リューチェルが命を絶ってしまったっていうニュースが飛び込んできました。報道でその運び出されるシーンなんかも見たりしたんですけど、まあきっと彼は、まあ、彼はというか彼女は、まあ、うつだったと思います。でそのうつも軽い思いって、まあ、何パターンかにもちろん分かれていて、日本中であれ、まあ、世界中であれ、まあ、人間が誰しも鬱っていうマインドは必ず持っていて、それが心の中に眠ったまま終わっていく人もいれば、それがだんだんと大きくなりつつ、まあ、重度になっていくっていう、まあ、誰しもが持ってる。これ精神内科の先生であれば誰もが言うような話で、誰しもが鬱って持ってるんだよ。だからそんなに恥ずかしがることないんだよっていうことが大いに言えることで、もちろん僕でも持ってるだろうし、カメラマンも持ってるだろうし、その見てる向こう側の方たちも持ってると思います。でそれが意外と軽いうつ、躁うつ病っていうのを軽いうつっていうんですけど、そういう人たちほど意外と命を絶ちやすいんですよね。なんかみんなでわーってパーティーやった先でふと書いたらはーとか、夕方ぐらいになったらなんか死にたいなとか、そうなっちゃう人が実は多くて、である程度うつの状態がはっきりしてくると自分でも自覚して、先生にも相談できて、周りのみんなにも理解してもらえてっていうことになると、少し自分の心がちょっと楽になれて、コップがこぼれづらくなるっていう意味で、まあ、薬を飲んだり睡眠薬を飲んで、ちゃんと精神をなるべく情緒を安定させていくって作業に入るんですけど、でそれを超えてさらにもうどうにもならなくなると、今度はもう入院生活っていう状態に入らなきゃなんないんですが、大体これの中で皆さん戦ってるんですよね。だから結構タレントさんとか女優さん、俳優さん、本当数々の著名な方が、特にこのコロナの時期を経て、多くの方がそれで命を絶たれていった。ふとした時にマンションで、ふとした時に事務所で、いろんなふとした時にクローゼットでと、いろんなことをこれまで経験見てきた中で、でまあね、あの亡くなり方にもいろいろまたさらに種類があって、2つ、自分自身で命を絶ち終わるっていう場合と、これが重症度合いが増していくと、もうなんで自分だけ死ぬんだろうみたいな、だったら道連れにしてやろうってなるケースが一番やっぱり怖くて、結構惨殺な事件が世の中でもニュースでもあるんですが、まあ要は言うてみれば、まあ本当に愛や気持ちが強すぎてその人を殺してまで自分が死んでやろうとか、とかあとは恨んでる、日頃の恨み、妬み、僻み、やきもちなど、嫉妬などを含めて、そいつをどうせだったらしてから自分でって場合と、あとは全く見ず知らずの第三者を巻き込んで殺せるだけ殺して自分も死んでやろうみたいな、特に乱射事件みたいになってくると、もうああいうのはほぼひどい状態な人たちが意外とやるケースが高くて、だからそういうのも含めて、世の中にはそういう状況になっている人、まあ、多々いると思います。そしてそれが思っている以上に相談できない状況にある人、これもたくさんいます。僕の思いとしてやっぱり誰か一人でいいからその思いを打ち明けれる人、もちろん友達でも家族でも恋人でも旦那さん奥さんでもいいです。そのことを恥ずかしがらずに打ち上げられる人が一人、たった一人でいいから、もし入れたらそうならずに済んだのになってことも多々あるし、もし本当にそれに見つけられない、そういう人がいないっていうんであれば、もうそれは迷わず一人ぼっちであれば病院へ行ってください。病院の先生に全てを、自分の人生を打ち明けてみてください。過去の経歴、小さい頃から今に至るまでを思いの存分話をしてみて、それでも何か楽になれるものがないんであれば、もうそれはしょうがないっていうことにもなり得ないし、だからそのぐらい心のコップというのは簡単に溢れてしまいます。これは僕が何年も前に味わったというか体験した経験なんですけど、とある、まあこれは本当に大きな事件で、とある共同経営をしていた方同士が、まあいざこざはあったけども、一人の方は実質の権限を握り、もう一人の方は共同でありながらも自分はフェードアウト気味になり、まあ、フェードアウトし、そしてうつ状態の治療をしていて、
もちろん入院などをするような状況になっていた人間が、まあ、とある時にその共同相手だった人をある駐車場に呼び出し、包丁2本を使ってめった刺しにして殺してしまい、そして自分自身もそのままの足でその近くのマンションの、自分が別に住んでるわけでもない第三者のマンションの最上階へ行き飛び降り命を絶つっていう事件が、僕はその聞いたじゃなくてその目の前で見てしまったんですよね。その事件が起きた後、その無残な姿を、たまたまその近くが僕の事務所だったもので、僕がその歩いてる時にその警察が駆けつけるタイミングとほぼ同時にそこに居合わせてしまって、そしてまたそれが知り合いだったことというか、その方はちょっと知り合いで仲が良かった方なもので、その方がそこで、もちろん殺された側の人がそうだったんですけど、まあ、車の中でもうめった刺しの状態になり血だらけで、刺した側の人間はそのままの隣の今度はマンションから飛び降りている、その飛び降りた状況を僕は目の当たりにして、まあ、十字架を背負ってしまったという、まあ、ことなんですけど、まあ、これもそれも、まあ、結局それは鬱だったということが根底にあって、まあ、ましては入院するほどの重度なものですね。だから要するに自分だけ死んでたまるかと、逆に言うとたまるかというか、どうせ死ぬならいっそのことみたいなことが起きるんですよね。でこういうことが世の中では多々起きているし、今でももう準備段階に入っている人がきっと周りにいるかもしれません。だからそこはもし誰かにやけくそを相談はできないけど、今そういう状況にあるってことを少しでも相談できる人がいてくれたらとは思います。きっとこのレンズの向こうの方でもね、ハッと思ったり、あ、これってって感じ取れる人も中にはいるかと思います。ただまたここでね、リューチェルという一人の尊い命が絶たれたことは事実なんで、受け止めれない方も周りにはたくさんいらっしゃると思いますが、まあ、僕はこれを通じて何を伝えたいかというと、やっぱりその心の中に雨や雪が降っていてって、僕は何かの節々にこういう言葉を入れさせてもらっていて、その人たちに少しでも、明日クローゼットに入ろうかという人たちに少しでも何かが届いたらって意味で、まあ、ある意味この活動をしてるってことは本当のことなので、こういう動画を目にするチャンスがもしあって、あ、少し、あ、そうだって気づけて、まあ、それが病院に行くのか、心から信じれて、まあ、打ち明けられる人のもとへ行くのかにつながったらってことで今この動画を撮っています。ちょっとここで話は変わりますが、まあ、今日のニュースでさらにもう一つ、ガーシー被告がなんか保釈申請取り下げられましたというニュースも耳にしました。この前僕も差し入れなんかをして、この事件についてはまあ正直どうなんだろうねって思ってる部分が、もちろん被害者もいることと思いますが、国が嫌がらせしてるようになっちゃってないっていう疑問符もやっぱあって、もちろんね、カルロス・ゴーンの一件を踏まえて逃走の恐れがあるっていうことを多分理由に裁判官は保釈を取り下げてるって思うんですけども、ただこういう時に僕がふと思うのは、別にガーシーさんがどうかとか国が警察がどうかっていうことはちょっと置いといて、こういう時にマスコミのテレビとかをつけると、よく事件があって、こういう事件はとか、なんか検事、元検事、弁護士、まあ、なんか法に関わってました的な、よくわからないコメンテーターが登場して、何かのニュースにつけては、これは何年ぐらいの懲役でとか、執行猶予こんぐらいで、大体何日ぐらいで出る可能性が高いですねなんて偉そうに言ってる野郎どもよく見るくせに、こういう件に関してもし何かを発すると、まるで国を敵に回したり、もしくは番組で使ってもらえないなどの自分の身分というか立ち位置の、要はその保身に走っているかを知らねえけど、誰一人出てきてそのことについて異議を唱えないってことに、俺はいささか腹が立ってます。だったら俺をコメンテーターで呼んでくれねえかなって思いますよ。だっておかしいじゃん。だってもうこれだけ1ヶ月も以上もなんか入れられているような状況になって、脅迫、恐喝か、名誉毀損か、常習的なね、脅迫みたいになってるのか。まあでもそれにしても証拠隠滅の恐れがないし、もうそこまで来たら証拠も揃ってるだろうか、まあ、できればね、保釈ぐらいさせてあげてもいいんじゃないかなと思いますけどね。っていうのはちょっと今ふと、今日は違うニュースも見ててふと思いました。Okay.